皆さんこんにちは、建築士兼一門一等チャンネルです。今日はですね、ノートの記事にコアの決定版2というところでフローチャート形式にコアの決定の仕方をまとめました。具体的にちょっと見てみると、まず3コマか4コマを決定、1の部分ですよね。で、2で3コマの場合、まず片側コアで考えてみると、で、ここらからはちょっと有料記事になってしまうんですけれども、その根拠とかが全て図解入りで説明してあります。で、4コマの場合だったり、長手5コマの場合ですよね。で、これをシンプルなこうフローチャート形式にまとめたので、コアの選定でも迷うことだったり間違えることはなくなるんじゃないかなと思います。で、この記事の信頼性なんですけれども、9月20日までの N と T の課題をすべて実際に解いてみました。作図までやりましたね。で、その上で、このコアの考え方というのをまとめてあります。で、 S に関してはですね、今年はちょっと悪問が多いので、で、あまり大きな声では言えませんが、S は去年の S の8の課題ですよね、がかなり本番と類似したので、今年が S の課題が当たることは少ないんじゃないかなという理由から、N と T の課題に絞ってですね、コアの配置というのをすべてまとめました。なので、概要欄から、こちら、途中まで無料で読めるので、ぜひ参照にしてみてください。今日は以上となります。